クラフト夫妻として知られる妻カティア・クラフトと夫モーリス・クラフトの夫婦はフランスの火山学者。1991年6月3日に日本の雲仙岳での調査中に火砕流に巻き込まれて亡くなった。クラフト夫妻は火山の写真撮影と映画撮影のパイオニアとして知られた。しばしば危険な溶岩流の足元まで進んで火山の映像を記録しており、その価値は 世界的に評価されていた。生涯で足を運び調査した火山の数は184カ所にもなる。二人はストラスブール大学で出会った。その後、わずかな貯金をはたいてストロンボリ山へ旅行し、火山の噴火の写真を撮ったことから二人の火山観察者としての経歴は始まった。人々が噴火の写真に興味を示すことに気づいた。 彼らは、その後火山の映像を記録することに打ち込み、世界を旅することになった。クラフト夫妻は、しばしば活動し始めた火山に最初に到着していた、ため、多くの火山学者の尊敬と戦望を集めた。火山噴火における彼らの業績は、火山の脅威にさらされた、自治体の協力を得ることに貢献している。 しかし1985年のコロンビアのネバドデル・ルイス火山の噴火では政府への避難勧告をしたもののコロンビア政府は勧告を無視し結果山腹に降り積もった雪が熱で溶け出し泥流となって死者2万3000人を出す惨事となった一方1988年にはインドネシアのマキアン島のキシュベシ火山が噴火する可能性があることを警告し政府は その警告を受け入れて1万8000人の前島民を避難させている。5日後の7月17日、岸橋火山は噴火し、10の村が火山灰に埋まったが、犠牲者は出なかった。また、1991年のフィリピンのピナトゥボさんの噴火活動が始まった時、ネバドデル・ルイスさんの噴火を撮影した彼らのビデオは、コラソンアキの大統領を含む、 多数の人々の前で上映され、火山地域からの避難が必要なことを地元住人に理解させることにつながった。日本にも三原山の噴火などでたびたび来訪している。溶岩が流れるすぐ横でも、耐火靴を使用せず普通の登山靴を好んで使用していた。耐火靴を使わない理由として地面の温度がわからないということを挙げている。モーリスクラフトは、 私は火山へ接近することで死んでしまうとしても、それを恐れていない。なぜならそのおかげで23年間も様々な噴火を見ることができた。もし、明日私が死んでしまうとしても、私は構わないとビデオで語っていたが、それは現実のものとなってしまった。1991年、雲前、普賢だけの噴火で火砕流が発生すると、 これまで写真でしか火砕流を撮っていなかった夫妻は、不言だけへ向かう。そして6月3日、噴火を撮影している最中に、二人の立っていた高台は予想外の火砕流に襲われ、同行していたアメリカ地質調査所のハリー・グリッケンや、マスコミ関係者、消防関係者ら41名と共に死亡した。クラフト夫妻の仕事は、夫妻のインタビューと共に、 数多くの火山の映像と写真が収められているナショナルジオグラフィック協会ナショナルジオグラフィック誌のビデオに見ることができる NHK の番組で溶岩流をボートで渡ってみたいと語っていた2011年6月3日で雲前普賢岳火砕流から20年になるのを契機に3時で命を落としたフランスの火山学者夫妻を描くドキュメンタリードラマ カティアとモーリス・ウンゼン、普遍岳に挑んだ夫婦が制作され、NHK とフランス2の国際共同制作で9月から長崎県島原市内でロケが行われた。また、長崎県島原市にあるウンゼン岳災害記念館では、クラフト夫妻の撮影した火山記録映像などを実際に見ることができる。クラフト夫妻の偉業を記念して国際火山学をび、 地球内部科学協会で創設された賞。4年ごとに選考され、火山科学や火山防災の分野で人道的、献身的に顕著な貢献をした個人に授けられる。ありがとうございます。